はい、こんにちは、美容師の野です。今回はセルフカット初心者の方必見です。後ろ髪難しいですよね。この後ろ髪をカットする時の注意しないといけない、これをしてしまうと失敗してしまう3つのやり方について話していきます。今この3つをやっていったら必ずと言っていいほど失敗してしまいます。セルフカットで失敗してしまった、これをね修正しようと美容室行ってカットしてもなかなかねうまくいかないということがね出てきます。そんな時やはりね失敗したくないですよね。なので失敗してしまいやすいやり方をしなければいいんですよね。今回後ろ髪の失敗してしまうやり方3つをね話していきます。じゃあねその3つをね上げていくと、まず1つ目、まっすぐ切る。パツパツパツとまっすぐ切ってしまうと失敗してしまいやすいです。そして2つ目、気になるところからカットしてしまう。これもねよくありますよね。長さがなんか長い、気になってしまったカットする、これはね間違いなんですよね。じゃあ次3つ目、持ち上げてカットする。これはねどういうことかというと、レイヤーとかっていう話ではなく、持ってバツって感覚でカットしてしまう。こうするとやはり失敗ということがね起こってきます。この3つを今やってる方はすぐにやめて、どうやればいいかというのをね今から詳しくねお伝えしていきます。では詳しくね話していくと、まっすぐ切るというのはこのパツパツパツっていう風にまっすぐねハサミ、これはね初心者の方は特にやりがちですが、こういう風にねまっすぐになったラインをギザギザにしようと思ったらかなり大変なんですよね。その後に縦で軽くハサミを入れてもなかなかギザギザにはなりにくいです。そしてすきばさみで軽くしていってもなかなかこのパツっていうラインがなかなか消えないんですよね。だからこそ特に初心者の方は縦で少しずつ長さをカットとしていくようにしていってください。この上の表面に関しても少しね縦でカットするように、常にねまっすぐ真横にハサミを入れるのではなく縦でやっていく、そういう風にねやっていってください。ほんとね一回まっすぐ入れるとなかなか美容室でも治らないです。常に縦でやるようにやっていってください。次二つ目に挙げた気になるところからカットする。これはよくあることです。例えばこのあたりが気になる。鏡から見てこの耳後ろの方が長くなってきたなということで持ってパツってカットする。これね、結構やってる方が多いんですよね。まあ初心者以外の方でもやってる方が多いです。これはかなり危険なんですよね。ヘアスタイルのバランスが非常に悪くなってしまう可能性が高いです。特に後ろ髪をカットするときは順序よくやっていってください。じゃあどういう順番でカットした方がいいかというと、まずはねこのブロックを取って上の段と下の段という形で、まあブロックを取る。まあ輪ゴムでねブロックを取ってもいいです。ヘアクリップなんかでちゃんとね分けてからカットしていくということをやっていってください。カットする最初のポイントとしては襟の中央からカットしていってください。切りやすいからといって襟の端このあたりからカットしてしまうとどうしても長さが斜めになってしまったりとかっていうことが起こってしまいやすいです。ですのでこの襟の中央からカットしていってください。襟の中央というのは一番長さが見えにくいです。そして切りにくいです。慎重にやっていってください。ここをうまくカットできたら端へ進んでいく、そういう風にねやっていってください。この下の長さをカットして次から徐々に上に上がっていくという感じで、下から上に向かって少しずつカットしていってください。このね、長さカットするときは、特にね、初心者の方にはこれは知っておいてほしいです。長さを切る場合は、カットしても1センチか2センチ程度で
終えてください。2センチ以上カットするとなるとかなりカットすることにはなってきます。そうすると失敗リスクがぐんとね上がるということにはなりますので、まずは1センチか2センチ程度長さをカットする、それからやっていってください。じゃあ3つ目に挙げた持ち上げてカットするというのは、まあ切りにくいからちょっと持ってカットする、これはかなり失敗につながってきます。まず折りた状態でハサミを縦に入れていく、そういう風にねやっていってください。確かに切りにくい、わかります。持ち上げてカットした方が切りやすいというのは確かにわかるのですが、誤差がかなり出る可能性があります。髪の毛が自然に降りた状態で少しずつカットしないといけない。持ち上げてカットしてしまうとどうしてもねレイヤーというか表面のあたりが短くなってくるということが起こってきます。なのでどん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 その積み重ねで誤差が出てきてしまうととんでもなくね短くなってくる可能性があります。短くなったものを修正で美容室行った、これだと治らないですよということにねなっちゃいますので、なるべくね髪の毛が落ちた状態、自然な位置にねここでカットしていく、そういう風にねやっていってください。ということで、今日挙げたポイント3つねおさらいしておくと、まず1つ目、ハサミを真横でカットしないでください。常に縦でカットしていってください。そして2つ目、気になる場所からカットしない、カットするところは切りにくいですが襟の中央から少しずつ下から上に向かっていくということをやっていってください。そして3つ目、持ち上げてカットする、これもね確かに切りにくいので持ち上げたくなる気持ちもわかりますが、セルフカット初心者の方特になんですが、髪の毛が自然にね落ちる位置で縦で少しずつカットしていってください。この3つをねやらないようにねやっていってください。はい、ということで今回はセルフカット後ろ髪でこれをしてしまうと失敗してしまう3つのことについてね話していきました。特に初心者の方はやりがちなポイントでもあります。だからこそこれをねやらないようにしていってください。後ろ髪というのは本当ね難しいですよね。合わせ鏡しても見えない、そしてやりにくいということがね起こってきます。長い方なら前に持ってきてカットできるということがありますが、肩上の方は特に難易度が高いんですよね。後ろ髪をうまく切ることができたら横の方も簡単にカットできるということにはなってきますので、まずは大きい失敗をしない、そのために今日挙げたこの3つをねやらないということをねやっていってください。ということで皆さんねセルフカットチャレンジしていってください。では皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。